テーマとですね、えー、ぴったりのゲストを、えー、パネリストにお迎えしております早々ね、えー、登場していただきたいと思いますそれではご紹介しますまずは産経新聞政治部編集員アビルルイさんです1998年から召喚帝キャップを務め現在は論説委員兼政治部編集委員としてコラムアビルルイの特典5名を執筆していらっしゃいますどうぞよろしくお願いいたします 続いて、文芸評論家の小川栄太郎さんです。現在一般社団法人日本平和学研究所の理事長。著書として、天皇の平和、九条の平和、安倍時代の論点や。常年司さんとの協調テレビ局はなぜ放送法を守らないのか、などを書かれています。どうぞよろしくお願いいたします。続いて。 月刊花田編集長花田和義さんです1988年に「週刊文春」の編集長時代に週刊誌売上トップへと育て上げるとその「週刊文春」に何度も批判記事を載せた朝日新聞の契約編集者に就任後に「飛鳥新社」に移ると自らの名前を冠した月刊花田を創刊されましたよろしくお願いいたします,お願いします そして最後にお迎えするのが作家でジャーナリストの隆さんです2014年5月朝日新聞のいわゆるロシ吉田調書に関する報道に対してこれは誤報であると指摘朝日新聞が記事を全面撤回し謝罪した経緯をつづった吉田調書を読み解く朝日誤報事件と現場の真実が話題になりました。よよろろししししししくくおお願願いいいいたまますすはしかなしんだね えー、改めて4人並んでいただくとなんかこうちびっちびそうなメンバーだね本当で、ですね、あのー、まあよろしくお願いします。えー、さて今日はですね新聞出版雑誌などでまああのー、見ていた,だいたらわかる通りですね各メディアの。 内情に、えー、まあ、精通している、よく知っている、えー、そんな皆さん方をですね、お迎えして、日本のメディアは国民に果たして真相真実を伝えているのかどうなのか、ね、フェイクニュースといった言葉に代表されるような変更報道というのは、果たしてあるのかないのか、ね、えー、といったテーマを中心にですね、まあ、考えてディスカッションしていきたいと、えー、思います。まあ、あの、まずですね、最近ね、メディアの動きで気になるのは、あの、どうなんでしょうね、ここでは今日はどうですかね、 それとえー、法的な問題もあるのでリベラル系新聞という,ふうな表現の仕方をさせていただきたいと思うんですが、あのー、なんかこう過剰とも思えるような安、ね、倍、えー、バッシングといったりんですか。 なんか,あの、ね、なんかこう批判する事柄とかテーマとか、えー、言動があればねそれは批判してもいいんだろうけどももなんかもうなんか批判のための批判みたいな、あのー、ように思えるんですけれどもなっているように思えるんですがその辺りについて、あのー、皆さん方はどう思われているのかちょっとあのアビルさんから一言ずつこの安倍バッシングをどう受け止めているのかってについてちょっとお話いただけますかね安倍バッシングというか安倍叩きといいますかこれ実は最近 世間でもよく知られるようになってきたわけですが第一次安倍政権の時10年前の時もそうだったんですよね、うん、第一次安倍内閣が、えー、発足した翌日の朝日新聞の見出しは学級会内閣ですからね新しくできた内閣についていけない学級会というふうに、うん、茶化してバカにしたような見出しをつける、うん、それをずっと延々とやってきたものです、うん、じゃあなんでそんなに安倍総理は憎いのかというと、うんはいはい ま、これはその、リベラル系新聞全体というよりも、特に朝日新聞に顕著な傾向なんですけども、もうずっと行きがかりがあるんですね。官房副長官時代の安倍さんが、小泉内閣の官房副長官時代の安倍さんが、え朝日新聞の拉致被害者に対する対応を批判したわけですね。そうすると朝日新聞が当時、安倍さんに対して名指しで社説で批判を始めまして、それからずっと安倍さんを潰そうとして、安倍さんに言うことを聞かせようとして、 全然潰せないし言うこと聞かないし逆に偉くなっちゃったから悔しくて仕方ないんだろうと。えー、あのお側さんね、まあ同じような質問なんですけども、やっぱりこう安倍さんにも批判されるべき理由って何かあるんですかね。えっともちろんこれだけ大国日本のですね舵取りをしているんですから、えー、厳しく、えー、批判をされなければいけない、チェックされなければいけないというふうに思いますね。しかし基本はやはり政策論争であるべきですよね。例えば今までの五、えー、年間の中で。 初めての大きな特徴がある施政方針演説だったと思います8割を内政課題に当てている特に、えー、少子高齢化向けの、まあ、地方創生とか人づくり革命とかですねそういうものを包括プランとして初めて出したわけですよそしたらねこれをみんなが、ね、批判をしたり評価をしたりここはおかしいだろうとかっていうんだったら分かりますよどんどんやるべきでしょう誰一人も何やってないじゃないですか 施政方針演説をきちっと批判したの見たことありますかないんですよ、全然まともな批判は。で、今でもまだ朝日新聞で盛りかけやってるわけでしょ国会の質疑でも盛りかけですよね。で、こういうものは批判じゃないでしょ単なる言いがかりで、単なる嘘をもとにした誹謗中傷なんですよ。だから私はまあ本を書いて、まあ徹底検証森友掛け事件っていうのはですね、あの、いわば、あの、須田さんがおっしゃった、 変更報道だと私は主張していない。うん、捏造だと言っています。うん、まあ、そういう状況に対する批判の声が去年、ものすごいいろんなところから上がった一年だったんじゃないかと思います。うんうんうん 花田さんは週刊文春時代、僕、まあ、花田さんの下でも、えー、記事やらせていただいたことがあるんですけれども、その時代から朝日新聞に対しては非常に、えー、厳しい、えー、立場を取られていました、ねはいで、加えて、その朝日新聞が、えー、ここへ来て、安倍バッシングというのに動いているという点については、こう過去の件も含めてです、ねえー、どんなふうにご覧になってらっ、まあ、安倍バッシングの原因は、要はその憲法改正を阻止したいと。うん、安倍さんが 憲法改正を目指ししてますから、らそれが気に入らないんでしょう。で私はあの編集者になって50年なんですよね、でその45年ぐらいはずっと朝日新聞の批判は続けてきてまして、えー、朝日の天敵と言われたこともあります、<laughs> だけど、えー、なかなかですね、えー、揺るがなかった、しかし去年のから今年にかけてのです、ね、盛りかけ報道で、私は朝日の根底的な,なんか報道というものがですね、 揺らぎ始めたななと、うん、こういうい感じなんです、うんまあ、元あの週刊新潮でね、えー、仕事をやっておられた、まあ、あの週刊誌の記者としても、えー、ご経験がある、今、作家ですけどね、あの門田さんはそのあたり、どんなふうに見ておられますか私あの、今のインターネット時代、これ、情報ビッグバンって呼んでるわけです、うん、これはもう今日会場にいらっしゃってる方み、皆さん、フェイスブックだったり、そのツイッターだったり、ブログだっていろいろ。 お持ちなんですけども一人一人が情報発信できるっていうこの時代も情報ビッグバンですまあ、新聞がどういう力を発揮してきたかというと昔はあの情報を独占してたわけですそれはいろんなところに記者クラブを持ってましてですねその記者クラブに、えー、記者を配置してそして えー、発表、当局の発表そのままやったり、うん、そしていろんなものを持ち込んで、えー、当局を動かしたりして、いろんなことをやるわけなんですけど、その記者クラブで、えー、情報を、まあ、それぞれの警察にもあれば、外務省にもある、内閣にもある、何も全部あるわけですからで、それを自分たちの都合のいいように、加工して、私たち、一般の国民に下げ渡してたわけです、ずっと。 でその下げ渡してきた長い間の方式が、ですね、この情報ビッグバンとともに崩れてきたわけです。なんでかというと、その下げ渡された情報というのは当事者がいますから、その当事者が嘘だとすると、それ違うよっていうことがわかります。その違うよっていう人が情報発信できるようになったわけです。これまでだったら、 それ書いてるの間違いだよってわざわざ電話して、それで読者ごう室かなんかに回されて、へへへんって笑われて終わってたわけです、それが、これ違いますって、私当事者ですって、パーンとツイッターでも、ブログでも、フェイスブックでも何でもいいけど、ボーンと告発できるあの時代が来たわけです、それでどん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 、うばっかり書いてるかってのはばれてきちゃったわけですで、それの一つが吉田町署誤報事件です、これ、私はブログで、これ、誤報ですっていうことを。 うん、書いただけですで、す。そこからドアーッと広がっていって、3か月後に謝罪して、そして、えー、編集幹部更迭で自分も辞任したわけなんですけれども、うん、それ以来も、もあの、部数言もが止まらなくなったわけです、うん、で、その挙句に、あの、座っておられる小川さんのこの言論封殺のスラップ訴訟が起こったわけなんですけど、うん、まあ、これはあの、滅びていく過程の、今現在はその ピンポイントで言いますけども、うん、10年、20年たったときに振り返ったときに、これがあのいかにもう最後の断末まであったかということは、うんあの、歴史が証明してくれると思います。<laughs> 今日ね、この4方においでいただいたのは、もう一つ僕ね、聞きたいことっていうのかな、議論したいことがありまして、今日冒頭、ちらっと申し上げたんですけれども、やっぱりね、あのー、小川さんと、そして月刊花田を、ね、出版されている、アスカ新社、ね、先ほど花田さんがちょっとちらっと本出していただきましたけれども、その本を巡って、 で名誉毀損訴訟が起こ,起こされたとで実はね皆さんねあのー、私もこう見えて名誉毀損に関しては民事刑事両方ともプロフェッショナルと呼んでもいいんじゃないのかなと30回近く訴えられてるんですよ <laughs> 未だ負けなしですけどね本当にねでびっくりしたのは私の経験でもない過去聞いたことが何かというとメディアが個人をメディアが出版社を訴える はね、企業とか政治家が訴えるっていうことが一般的なんですよね、でそれに対して言論には言論で、えー、やり取りしようじゃないかと、必ず我々マスコミとか、えー、メディアの側は言ってきた、それはね、なんでこれメディアが個人や、えー、まあ言ってみれば、出版社を訴えるのか、不思議でしょうがない、ね、ちなみにその本の中身というのは、はい、一連のこれまでの森友家計問題の報道に関して森友家計報道がいかに、ねえー、いい加減かと、フェイクかと、ね、こういうことを。 要するに朝日の紙面を小川さんが徹底的に分析して書いた、まあ、論評したものなんですよしかもね、小川さんね、文芸評論家、高崎持ってますけども、この件に関しては結構取材されましたよね、<う><あ>もちろんです。何でしたっけ、あのいかがわしいバーにも行かれたとあれはあの一番重視した項目です、出会い系バーです、前川さんのね、それからまあ取材については、もちろん首相官邸関係者。 それからあの大阪府関係者とかですね、はい、当然そういう関係者の取材もしてますし何よりも要するに去年の2月の森友の朝日のスクープそして5月の今度は家計のあの文科省文書総理のご意向という文書ですねこのスクープに始まる2つのですね端的に言うとこれは安倍疑惑なわけですよつまり安倍総理が何か怪しいことをしているんじゃないかという話ですよねで安倍総理と安倍昭恵夫人の名前が どれだけ皆さん、弁護されたか、これ、ご記憶あると思います。それから、首相官邸ですね。安倍政権そのもの。で、これを5ヶ月間にわたって、再三、安倍官邸が何か怪しい。総理が怪しいという、これを主導したのは間違いないわけですよね。で、大阪のね、森友の幼稚園って見たことありますあれ、一周歩いても3分ぐらいで回れちゃう幼稚園。そこに総理大臣が絡んでるという話。普通ありますかそんな話。 でそういう、ね、常識で考えてもちょっとありえないような話を安倍さんにできるだけ関係づけようと思って紙面を作り続けたわけですよね、うん、そうこれを私が全部丁寧にあの新聞を読み解きました、はいで、何が分かったかというと朝日の記事を600本、盛りかけ全部で読みました、私、ね、何も分からない。<laughs> 600本通読しても、何が問題で、事件の時系列が分からない。つまり、何、どういう時系列が明らかになって、そのうちの何が問題で、だからここまで記事にしているのかが、すべて分からなくて、うちのスタッフたちはみんな頭を抱えて、これ本になるのかな。で、議事録を、各種議事録を見た途端に、初日の議事録で全部解消。つまり、国会でも、大阪府議会でも、一回の議事で、問題は全部、 ほぼ見えてたんですよ。そして、細かい爪はありますよ。細かい爪があったり、あの、近畿財務局がいろいろちょっとごまかしたりとか、いろいろあった。だから、そういう不祥事を追求するのは結構だけど、安倍総理は官邸には何の関係もない件です。そうすると、それをですね、見出しで支持率が30下がるほど書いたら、これは日本語の普通の語感だ、言ったら創作だし、捏造でしょうと。で 本のタイトルにも、捏造というのを入れて、朝日新聞による報道犯罪というふうに題したわけで、そしたら彼らは訴状でですね、えつ造虚法の事実はないって断定して書いてきてるんですよ。いや、これねあの、訴状を読むとね、うん、訴状の,さあの前の方にね、こういうこと書いたんですよ。原告ね、朝日新聞は、上記両問題、その森友加計問題について、安倍晋三首相が関与したとは報じていないと。 安倍首相が関与していないことを知っていたこともないと。いやいや、そう書いてるす。本当書いてるの、そういうこと。訴状に対して。訴状に対して。書いてるの、朝日新聞。とんでもないですよ、これ。だって、関与したことは報じて、いでも、でも、あれだけ関与したんじゃないかと匂わせるような印象操作。見出しもそうじゃないですか。だって、いや、だからね、だって、賭けのスクープは。進学部総理の意向っていうのが記事ですよ。これは。総理の関与を報じてるんじゃないですか。それとも、進学部総理の。 意向なんちゃってって書いてあったんですか <laughs> じゃないでしょこれは普通、こういう見出しを書いたら、進学部は総理の意向だと、見出しで断定してるんですよ。疑惑じゃありません。これはもう関与を報道したというのが、日本人の常識的な感覚ですよち。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、当事者の、まあ、説明よく分かったので、ちょっと第三者的に、皆さんもちょっと、あの、ものすごい大報道量なもんだから、ええ、皆さんもこう、あの、朝日新聞はじめ、テレビのあの、ワイドショーとかでも、こんなになってると思うので、 これいつもね、その時にあに直した方がいいと思うことがあるわけですあの、リセットした方がいい、何かというと、これ、何の疑惑かってことなんです、これは安倍晋三という総理大臣が、籠池という友人のために、うん、友人のために国有財産を8億円値下げさせたという話なわけです。 で、それが、いろんなものがでさあ、なんとか局長が出てきたなんかっていろんなことをあれするんだけど、うん、問題はそれが、本当か嘘かなんですけど、うん、もうみんなが書かないある重要なことがあるわけですね。うん、これは、あそこが、大阪空港騒音訴訟の現場だったということです。はいはい、皆さん、これを書いたら、これが安倍さんの疑惑に持っていけないから、みんなもう書かないわけです。はいはい、だから皆さんも、どっかで読んだことあるかもしれないけど、もうどっかに行っちゃってるわけです。うん、いいですか、皆さん、あそこは、 昭和45年からもずっと大阪空港騒音訴訟の現場で大変なところだったわけです。うん、そして、その最高裁まで行った後で、ついに国が全部買い取らざるを得なかったわけです。うん、で、そこに大阪音大という、こちらが左のあの方に、西の方にはあるんだけど、これを中心として豊中市はあそこを文京地区にしたいので、うん、それで。 森友学園にも来てもらったらありがたいし、で自分が公園にすったりとかって、こうやるわけです、その時に、じゃあ、森友の隣の道へたつへたてた野田中央公園って今、なってますけど、はい、これが一体いくら実質値下げされたかということなんです、うんうん、これはなんと国が14億円補助金ぶち込んで、なんと98.5%値下げにしたんですよ。で高速道路の向ここうから行ったこれ もう一箇所は、これ今豊中給食センターになっておりますが、ここは補助金ぶち込んでぶち込んで、値下げ率なんと100%です。